145、1万円。え、朝から社交心が高い。どうもおはようございます、シトです。おもだみー、いや、ちょっとまだ今紹介してる最中なんですけど、145万張りヒット。おー、20万円だ。神がおもだを見放さない。お前は行けと。スターバックス差し入れの、うん、ただただ差し入れを、 おやつの差し入れも、いや、もうあれ来たな。 ありがとうございます。おもだ様、誠にありがとうございます。大変ありがとうございます。あなたは神だ。道中だよ、てめえがこれちょっと入れて負けたら負けたらホワイトデーのやつ買ってきた。なんで知ってるか知ってる。なんで昨日全く知らせた。各5万円、5000円じゃないの。本当はゼロが1個多い。だからこそ叩き出せているこの圧倒的プラス回収率、江戸セポネの昨日の失態を全てチャラにする圧倒的手腕。オモダミンシーの名言、金を金と思うな。金を一旦金だと思ったら終わりなんだよ。震えましたね。思ったらいけないだけだから、超えられないでいけないだからね。生ききれない。な、何撮影なんと、Vlog みたい。まあ、番組のためだよ、これも。当たったら勝てないから。アリムさん、頑張った。金さえ使わなかったが、最後グンとやって40万プラスだった男を回収率でなんとかやりきった。これがインテリの力か。おめでとう、アリムズ奇跡中だ。おめでとう。はぁ、何40万プラスにして、さらにそれを全部吸った男を、ちょっとまだ終わってねえから。まあ負け惜しみって言われたらそこまでだけどさ、それで楽しかったらいいよ。みんながドキドキはしたね。やるんじゃねこいつ本当にみたいな。いや、終始ドキドキしてたよ。まあこれはみんなで楽しもうと思った。なるほど。この金はあれはね、おもちゃのお金じゃなかったと。そう、番組でできたお金、12月走り切ったセラも俺のもんだよ。うんうんうん、セラね。もちろんもちろん、走り切れなかったのはもう俺の未熟さよ。もっと船券うまくなろうと思いますよ。だから。なるほどね。だからまず練習してんだよ。それでね、早速、うん、完全にあの40万を取り戻そうとしてるじゃん今。それはもったいねえだろう。これ名言か。金を金だと12の46と抑えで14の26、12の46、5000って言うてるから。お、先に仕掛けた。うまいじゃん。あ、だけどよし、なんで1万いかねえんだよ、バーカ。俺、うわー、当てやがった。でもこれ10万になるでしょ。あ、俺でも1万円をさ、金だと思っちゃったから5000にしちゃった。これ14だったらつくな。金を金だと思ったら勝てない。